嗨，皆さん、こんにちは、井上です。这一次的基本单词是一形容词，一形容词啊。那这一次介绍的大约有一百个一形容词啊。那形容词呢，学会就可以表达很多感觉，比如说好吃、可爱、漂亮等等。就是学到形容词就可以表达自自己的感觉，所以。 介绍的基本的形容词一定要学会啊。那学习的时候一样，就是造句简单的句子比较好。嗯，像就是怎么接名词啊，或者用什么副词等等，这些比较重要啊。那一样，上课前我。 結果的に練習出な然ら、一個一個检查が好き的す。就是 YouTube の読明欄を開始自己下で好、那我ち就是番始上い大きい大きいとても大きいでとても大きいで小とてもさい,小さいとても小きいで とても小さい家。新しい、新しい。新しい本、新しい本。古い、古い。古い本、古い本。いい、いい、いい人。 いい人。悪い、悪い。悪い人、悪い人。暑い、暑い。今日はとても暑いです。今日はとても暑いです。暑い、暑い。 このお茶はとても暑いです。寒い、寒い。今日はとても寒いです。です冷たい、冷たい。冷たい水をください。冷たい水をください 難しい、難しい。日本語は難しいです。日本語は難しいです。優しい、優しい。この問題は優しいです。この問題は優しいです。高い、高い。 この時計は、とても高いですこの時計は、とても高いです安い安いこの服は、とても安いですこの服は、とても安いです低い低い彼は、背が低いです彼は、 背が低いです。面白い、面白い。彼はとても面白い人です。おい美味しい、おいしい。あのレストランの料理はとてもおいしいです。あのレストランの料理は とても美味しいです。忙しい、忙しい。彼はいつも忙しいです。楽しい、楽しい。旅行は楽しかったですか 白白い白い私は白い服が好きです。私は白い服が好きです。黒い、黒い。私は黒いい猫を飼っています私は黒い猫を飼っています。赤い、赤い。 赤いペンで書きます。赤いペンで書きます。青い青い。今日は空が青いです。今日は空が青いです。近い近い。家から会社までとても近いです。家から 会社までとても近いです。遠い、遠い家から学校までとても遠いです。家から学校まででとても遠いです。早い、早い彼は足が早いです。彼は足が 早いです。早い。早い。今年の桜は咲くのが早いです。今年の桜は咲くのが早いです。遅い。遅い。彼は歩くのが遅いです。彼は歩くのが遅いです。 多い。多い。今日は人が多いです。今日は人が多いです。少ない。少ない。今日は人が少ないです。今日は人が少ないです。暖かい。暖かい。今日は。 とてもあたたかいです今日はとてもあたたかいですすずしい、すずしい昨日はとてもすずしかったですきのはとてもすしかったですあい、甘いこのケーキは甘すぎます このケーキは甘すぎます。辛い、辛い。韓国料理はとても辛いです。重い、重い。この荷物はとても重いです。この荷物は とても重いです。軽い、軽い。彼女の体重は軽いです。欲しい、欲しい。彼女が欲しいです。彼女が欲しいです寂しい。 寂しい,一人で寂しいです。一人で寂しいです。広い、広い。この部屋はとても広いです。狭い、狭い。この部屋はとても狭いです。 この部屋はとても狭いです。若い若い彼はまだ若いです。彼はまだ若いです。長い長い象の花はとても長いです。象の鼻はとても長いです。 短い、短い。私は短い髪が好きです。はです明るい、明るい。彼女は明るい性格です。暗い、暗い。 この部屋は少し暗いですこの部屋は少し暗いです背が高い背が高い彼は背が高いです彼は背が高いです危ない危ないこの川は危ないですこの川は危ないです 痛い痛い歯が痛いです歯が痛いです眠い眠い昨日寝てないのでとても眠いです昨日寝てないのでとても眠いです強い強い今日は風が強いです 今日は風が強いです。弱い、弱い。私のチームは弱いです。私のチームは弱いです調子がいい、調子がいい。今日は調子がいいです今日は調子がいいです。 調子が悪い、調子が悪い。今日は調子が悪いです。体にいい、体にいい。果物は体にいいです。果物は体にいいです,すごい、すごい。 彼はすごい選手です。都合がいい、都合がいい。都合がいい日を教えてください。都合が悪い、都合が悪い。 今日はちょっと都合が悪いです。今日はちょっと都合が悪いです。怖い、怖い。この映画は怖いです。この映画は怖いです。素晴らしい、素晴らしい。あなたは素晴らしいです。あなたは素晴らしいです。 優しい、優しい。私の母は優しいです。偉い、偉い,彼偉い,い。彼は自分を偉いと思っています。ちょうどいい。 ちょうどいい。ちょうどいい時に来ました。ちょうどいい時に来ました。丸い、丸い。地球は丸いです。うれしい、うれしい。お会いできて、 うれしいです。お会いできてうれしいです。美しい、美しい。彼女はとても美しいです。彼女はとても美しいです。おかしい、おかしい。彼の性格はちょっとおかしいです。 彼の性格はちょっとおかしいです。うるさい、うるさい。あの犬はいつもうるさい。あの犬はいい。つもうるさい細い、細い。彼女の足はとても細い。彼女の足はとても細い。 太い。太い。太いストローをください。太いストローをください。苦い。苦い。この薬はとても苦いです。この薬はとても苦いです。正しい。正しい。彼は。 正しいと思います。彼は正しいと思います。珍しい、珍しい。この地域には珍しい花があります。この地域には珍しい花があります。詳しい、詳しい。彼は、 パソコンに詳しいです。彼はパソコンに詳しいです。硬い硬い。この果物は少し硬いです。この果物は少し硬いです。柔らかい柔らかい。柔らかいパンが好きです。 柔らかいパンが好きです。気持ちがいい、気持ちがいい。温泉はとても気持ちがいいです。気持ちが悪い、気持ちが悪い。飲みすぎて気持ちが悪いです。 飲みすぎて気持ちが悪いです。おとなしい、おとなしい。この子はとてもおとなしいです。この子はととてもおとなしいです汚い、汚い。彼の部屋はいつも汚い。 彼の部屋はいつも汚い。悲しい、悲しい。犬が死んで悲しいです。恥ずかしい、恥ずかしい。失敗してちょっと恥ずかしいです。失敗してちょっと恥ずかしいです 恥ずかしいです。かわいい、かわいい。彼女はとてもかわいいです。わい、熱い。熱い本、熱い本。薄い、薄い。 薄い本、薄い本。うまい、うまい。うまいラーメン屋を知っていますかまずい、まずい。あのレストランの料理はまずいです。 つまらない、つまらない。この映画はつまらないです。細かい、細かい。字が細かい、字が細かい。濃い、濃い。味が濃い。 味が濃い。薄い、薄い。味が薄い。味が薄いひどい、ひどい。ひどすぎます。ひどすぎます。厳しい、厳しい。 私の父はとても厳しいです。私の父はとても厳しいです。好、大家如何呢うん、嗯有学会了吗好、那形容词也是跟动词一样、就是一定要造句简单的句子喔。不一定是跟我一样、你自己想的也是可以、但是一定要就是至少会一个简单的句子。这样就是吸收那个单词比较快。 OK，好，那最后讲一件事情，大家如果对这个影片哎、欸、有什么意见，请留言给我，或者请加我 line 好友问我问题啊。那大家觉得这个影片不错的话，就请帮我按赞或者订阅我的频道啊。那如果对我的 o t a 的线上课程有兴趣的话，也是请看 YouTube 说明栏那边。好，那就今天的歌到这边，拜拜。